ボンジーフランス語文法1最も大事な動詞を紹介したいと思います私はこの文法書を使ってフランス語の入門の文法を全部紹介したいと思いますいずれこれを教科書にしてネットで売りたいと思いますそうですビデオを使って学んだ方がいいと思います昔 CD がテープがなかった時代は 全く発音があの覚えれなかった。外国語の,あの発音が覚えづらかった。今はテープと CD がありますけれども、やっぱり発音を覚えるためにはビデオがあった方がいいと思います。今回の最初のレッスンは、えっと、英語で to be にあたります。まず私はフランス語です。札幌市またはネットでフランス語を教えています。今回のえっとの勉強で何が覚えられますか まあ、まず、えっとの活用ですね。活用はやっぱり覚えないといけない。まあ、聞いて書けるようにならないといけないです。ですので、後で綴りを紹介しながら発音を見せたいと思います。聞かせたいと思います。その後は、えっとはどの時に使っている。まあ、もちろん自己紹介だけれども、もう少し詳しくですね。年齢を教えることはできない。英語ではね、 I am と使ってますけれども、フランス語では次の動詞ですね。avoir でその年齢を教えます。けれども、いろんなことを教えることができるから、その発音と活用の次に紹介したいと思います。これが第一のこのタイプのビデオ、これからた,たくさん続きますので、フランス語のすべてすべての文法を紹介したいと思います。まず入門ですね。じゃあ発音を紹介したいと思います。 僕と繰り返してくださいね。je suis. je s 繰り返す理由はとってもですねあの、言わないといけないけれども、その理由とは筋トレですね。この今の発音に慣れていないと思います。確かにビデオを見ながら一人でやってると思いますけれども、繰り返して、見て、聞いて、そのパターンがとっても大事と思います。je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est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 . Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Et ça, ils sont. 次のビデオでその「いる」以外の「エルかのロタクとかは教えますけれども何よりも今活用とその「えっと」の使い方を紹介したいと思います他のビデオで否定形などは紹介しますけれどもまず全てのフランス語の動詞を紹介したいと思います、まあ、全てではないけど 一番あの多いパターンを紹介したいと思います。第一はやっぱり「え」ですね。それでは「え」の使い方を紹介したいと思います。まず、国籍を知るときに、Je suis「suis となります。Je、suis français。ちなみに、国籍はフランス語では形容詞となります。ですので、Je suis「s u i い français ちなみに 大丈夫です。形容詞は後で紹介します。その時に詳しく紹介したいと思います。女性名詞、女性の形、男性の形などは後で教えますね。まず、国籍を使うとき、国籍を教える時に、「虫歯」を使っています。いいですね。虫歯、フランセ。続きまして、結婚しているかしていないか、やっぱり虫歯で使っています。例えば、私は独身です。と言うと、 a セリバテ e これもセリバテ e は形容詞として使っています。あと、いる場所ですね。れは名詞ですね。だけれども舌は札幌。街、まあの名前は紹介しなくても大丈夫です。これも気にしないでください。 次の次の次の時にこの場所を表す表現を全部紹介しますいいですね今札幌に言いますと「Je、suis あ札幌」東京に言いますと「Je、suis あ東京」となります続きまして「Je suis triste。自分の悲しさを表すことができます嬉しい悲しい、まあ、自分の精神な状態です Je suis 私は悲しいですそんなことないけど、ただの例ですね Je suis で。最後の使い方は名詞ですね。Je suis un homme. 私は男性です Je suis un homme. これでフランス語の最も大事な動詞の価値を覚えました。そして、いつその動詞を使っているかということを覚えました。次のビデオは とっても大事な動詞です。Avoir 動詞ですまあ、いろんなビデオでどうやってフランス語、英語を勉強しますかというですね、あのそういうビデオがたくさんありますけれども何よりも勉強することが大事かなと思います。今の全部のことを覚えましたかこれを覚えてたらもう本当に素晴らしいことになると思います。 このチャンネルで有料の登録者のためのビデオもあります。今のビデオの練習版を作ったので、もし見たいのであればぜひ登録をしてみてください。それでは楽しくフランス語を勉強してください。フランスはでした。Au revoir。